前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？ねえ、大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ、出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手、見て決めるの。あなたは…ただでいいや。え？花言葉は、再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。かなり古い。気をつけろ。はいはい。ね、おっと。慎重に。心配しすぎ。私、お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとう、クラウド。したことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私、そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと。口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。わっ、うわっ、うわ、おお。
どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん。うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターの中が知れている。すっごく得意そうな顔してる。困ったな。それ。よっと。飛んでけ。力分けて。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎。抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。
待たせ。はい、これ。え？はい。うん。じゃあ、出発。こっち、自慢のお花たち。どれがいいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ、選んで。いいね、花言葉、純真なの。かなり貴重だね。もうちょっと必要かな。次、どれにする？私があげたやつだ。そうだったか。もしかして、気に入った？多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。名前でしょ。俺はここで待つ。うん、分かった。でも退屈でしょ？街見てきたら？はあ、エアリス。クラウド。早く7番街へ行こう。ああ。最低。
ちゃった。ここに住んでるのかな。コルネオが飼ってるのかもな。餌は。コーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレート落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でももし本当だったら。え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよしでしょ。うん。あ、ティファ。もう少し寝てた方がいいんじゃない？お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンラの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れたとき、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。
エアリス。私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫。一緒に考えよう。